皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画はお知らせ動画になるのですが、このチャンネルでヘビメタルの動画を初めて投稿してから4月22日でちょうど2年が経ち、コメントをたくさんくださる方、 X でも仲良くしていただいている方、応援してくださる方がたくさん増えました。それでなのですが、せっかく YouTube を通じてメタルヘッズの方たちと知り合うことができたので、 YouTube のコメントでのやり取りだけではなく、もっと気軽に話せたりヘビメタルの情報などを共有できたらいいなと思い、今回メタルヘッズが集えるコミュニティサーバーを作ることにしました。 Discord というアプリでコミュニティサーバーを作ったのですが、主な内容としてはハードロック、ヘビメタルについてを私とだけではなく視聴者さん同士で話せる場所、おすすめのバンドやおすすめのアルバムなどの共有、お酒を飲みながらメタルを語る、酔っ払ったから誰かとメタルの話をしたいなと思った時に気軽につぶやけるなどの機会を設けれるサーバーとなっています。要するに日本のメタルヘッズたちが一つの場所へと集まり、交流を深め絆を深めていくといった感じです。それともう一つの目的が、若い世代の人たちから最近新たに出てきたヘビメタルバンドの情報を教えてもらったり、逆に古参の方たちが若い世代の人たちに70年代から80年代のハードロック、ヘビメタルを伝えていくといったように、普段出会うことのない、話す機会がない世代の人たちとも交流を持てる場所にしたいという思いもあります。同世代だけではなく全ての世代の人たちと交流を持つことで、今まで知らなかったバンドや名盤に出会えることにもつながると思うんですよ。それと私は YouTube を通じてハードロック、ヘビメタルの魅力や歴史を発信しているのですが、私の知っている知識、調べた情報だけではやはり限界があるので、皆さんの持っている知識を教えてほしいという思いもあります。 Discord サーバーにて事前に紹介するバンドや人物をお伝えするので、そのバンドについて皆さんが知っている情報や知識を書き込んでいただければなと思っています。これからは皆さんの力を借りてヘビメタルの歴史動画を作っていきたいので、協力していただけると幸いです。メタルヘッズが集える Discord のコミュニティサーバーは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから参加可能です。私の Discord ID も貼っておきますので、フレンド申請もしていただけると嬉しいです。Discord が何かわからない方のために一応お伝えしておくと、たくさんの人とチャットや通話などができる、簡単に言うと LINE みたいなアプリです。スマホのアプリや PC でインストールすることができますし、使い方も簡単ですので、ぜひインストールしてみてください。全国のメタルヘッズや視聴者さんたちと気軽にヘビメタルを語れて、お酒を飲みながら楽しく話せる酒場的な場所にしたいと思っているので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしていますし、インターネットで気軽に集まれるヘビメタルのバー的な感じにしたいと思っています。全国の全ての世代のヘビメタルを愛する者が集えるイービルメタルチャンネルのコミュニティサーバーで、一緒にヘビメタルを語り合い盛り上げていきましょう。それでは皆さんの参加をお待ちしております。